ところで、いよいよ、これからこの IS 曲線、まあ、IS 分析なんていうふうに言われることもありますが、IS 曲線の勉強に入ります。これ以降ですね、 IS、LM、AD、AS とこう曲線を学んでいくんですが、これは全て最終的に使われるグラフになりますので、よく理解しましょう。では7ページからです。まず、IS 曲線って何ぞやという話をしていきますが、45度線モデル、45度線分析というのは在市場の均衡を分析したんだけれども、ただし投資 I は I イコール I バーで一定と仮定したんですね。 IS 分析では、この投資の仮定を元に戻します。これまでのように投資は利子率に依存して I イコール IR で決まりますよというふうに戻した在市場の均衡分析です。 IS 曲線の定義を見てみますが、在市場を均衡させる利子率 R と Y の関係、つまり在市場の均衡条件を書いてみると、 Y イコールI プラス G、 今財政支出 G と税金 T はバーで外線的に与えられるテストにしましょう。そうすると変数は利子率 R と Y しかありませんね。この財市場を均衡させるような R と Y の組み合わせをグラフに表したものが IS 曲線です。ではそこに、この均衡条件を書いてください。R と Y の関係ですので、
ので利子率は価格だから縦軸に取るという習慣でした。そして横軸に Y で R が上がると Y が下がるというですから、 IS 曲線はこのように右下がりの曲線になります。では以上をまとめていきますと、まず R 上矢印ですね、すると I が下矢印で右辺小、 Y 上矢印で左辺の減少分が右辺の C の減少分を上回りますので、再び均衡が成立するというふうに R と Y の関係が得られて、その下に IS 曲線を書いていきます。投資材といいますが、こういうプロジェクターとかコンクリートとか黒板とか
設備に使う、材、格子材の需要が減って、需要が減ると材市場は超過供給になる。で、超過供給ということは45度線分析でやったように売れ残りますから、会社用の在庫が止まっていっちゃうわけですね。これ初めから分かってて在庫を増やしてるわけじゃありませんから、企業は売れるつもりで生産してたんだけど売れ残っちゃったということですから、予期しない在庫増になります。さあ、需給が一致しない場合にはケインズのモデルがどうだったかといいますと、価格調整ではなくて、需要に合わせて生産を減らすんですね。生産調整ですね。なんで価格調整じゃないんですか。需給が調整できるから。なんで価格調整じゃないんですか。あ、これ考慮しながら、もう一つの導出方法も説明したいと思います。